入滑する公爵、第二次入滑する公爵内閣、または入滑するピット内閣は、1757年から1762年までのグレートブリテン王国の内閣。入滑する公爵は、二度目の首相職に就いたが、内閣の中で最も影響力を持ち、最も有名なのは、南部担当国務大臣のウィリアム・ピットであった。 第二次入荷する公爵内閣は7年戦争で不利だったイギリスの政情不安を終わらせた。ピットは戦争遂行の指導者としての素質があったが議会の指示に欠けた。庶民委員での指示基盤が固い入荷する公はそれを補い、ピットが防衛と外交、入荷する公が財政と公演と分業をした。内閣はイギリスの7年戦争における1759年の 奇跡の年など数多くの勝利に導き、1761年までには、イギリスの勝利が確実視された。1760年、ロー・ジョージ2世が死亡して、ピットと入荷する子を嫌った、ジョージ3世が即位したため内閣への圧力が増し、1761年には、タイスペイン先生をめぐって、ピットが辞任した。1762年、入荷する子が辞任。 ジョージ3世の長身ビュート伯爵が首相に就任したことで内閣は倒れた。ありがとうございます。